皆さんこんにちは。レック専任講師の友継です。さあ、いよいよですね、宅建試験も迫ってまいりましたが、勉強どうでしょうか？順調でしょうか？ね。まあね、結構思っていたペースでできるかなと思いきや、いろいろとね、なんかいろいろ出てきて、思うようなペースでできないっていうふうに思ってらっしゃる方多いと思います。でもですね、もう残り時間も少ないですから、しっかり頑張ってね、一日一日大事にしてですね、知識をどん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 入れてってやっていっていただきたいというふうに思います。で、まあ宅建試験結構範囲が広いんですよね。まあ、権利関係があり、宅建業法があり、法令上の制限、税その他がありと。ですので、まず一周するだけでも結構大変です。で、まだ一周終わってないという方はもう本当に早く一周終わらせておいてください。で、一周終わらせて、で、そこから、まあ、知識が入ってないのは後で入れていけばいいんですけれども、まず前半に終わらせてるか終わらせてないかっていうところは結構ね、精神的にもこう影響ありますので、範囲まだ終わってないんだよなっていう気持ちで勉強すると、そこの分野ばっかりやることになっちゃって、で結局気づいたら他の分野の勉強がおろそかになってるってことも十分考えられますので、まあ、ある意味フラットな状況にしておいて、そこからまあどん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 知識を少しずつつけていくっていう方が、直前期の勉強としてはやっぱり健全なやつ形になりますので、そんな感じでね、なるべく早く全範囲の勉強終わらせられるようにしておいてください。で、全範囲の勉強をまずこんな感じなのかなっていう、全然見るってだけでも違います。で、そこに知識を次に入れていくっていうことなんですけれども、さてそれではね、ここで問いたいのですが、皆さんね、知識を入れました、それで合格点を超えると思いますか、ということなんですね。そう、なかなか今の宅建試験それではきついというところがあるんです。で、知識を覚えたはずなのに、一通り勉強したはずなのに、なぜ成績が伸びていかないのか、なぜ合格点に達しないのかというところ、まあ原因はいくつかあると思います。まず一つ目の原因としてはですね、まあこれはもう簡単な話です。混乱してしまってるってところがあるんです。特に似てる部分っていうものがあったら、結構この似てる部分で、あれこれどっちの話だっけっていうところで混乱が起こることってのは結構多いんですね。まずそこを何とかしていかないといけないというところになっていきます。で、次にですね、もうある程度今暗記して覚えてポーンと解ける問題っていうのが少なくなっていて、ちょっとそこに考えさせるっていう要素が出てくるんですね。ですので、その思考力というものも養っていかなければいけない。まあですので、一通りの知識を覚えた後っていうものはその2つなんです。まずその知識そのものを混乱している状態をなんとか紐解いていく、その作業がまず1つあるわけです。で、それからその知識を使って、知識を使って問題解けるようにしていくっていう、この2つのハードルがですね、まあ合格点ちょっと下まで来た人たちにね、もしかかる次のですね、壁なんですよ。で、それをどうにかしたいということで、今回ですね、まあこちらの講座をですね、ご用意させていただきました。友継のテーマ別完成宅建士デルモンチェック講座というところなんですけれども、こちらの講座ですね、はい、まあ、生講義は9月の3日10日17日に、新宿エルタワー本校で、行いますけれども、まあ、これ生講義の他にですね、通信もあります。ですので、まあ、例えばこの時間ちょっと都合が悪いとかですね、新宿エルタワーはちょっと遠いよというふうな方でしたらですね、ぜひこちらの通信の方ですね、まあ、お考えいただければというふうに思います。まあ、これ通信のみであってもですね、しっかりね、最終サポートできるという形のものをご用意しております。じゃあ何をやるのかっていうお話なんですね。で、何をやるのかと言いますと、もうある程度言ってしまったんですけども、先ほどの2つの対策です。まず1つ目としてはですね、その混乱しているものを何とかしましょうというところになるんです。で、混乱しているものを何とかしましょうといった時にですね、ではこちらね、テキストの内容、まあ、要するにカリキュラムですね、どういうことをやるんですかっていうことなんですけども、まずこの3番と6番がそこに当たるというふうに思っておいてください。
この3番と6番テーマでまとめる重要論点、つまり例えば民法と借地借家法とか営業保証金と弁済業務保証金とかですね、重要事項説明と37条書面とかですね、あれどっちがどっちだっけっていうような、ね、賃貸借と使用貸借とかですよ、ね、使用貸借に至ってはね、もしかしたら勉強するあまりしてないという方もいらっしゃるかもしれないね、ですがもうやっぱりある一定の周期でその使用貸借とかも出てきてるわけですから、まあ使用貸借とかまでちゃんとね手広げて、ね、賃貸借との違いそういったところまで、できるかどうかっていうところですよね。そういった、テーマ別にですねちょっと重要論点まとめてみまして、で皆さん混乱してる箇所を中心にですね、これはこっちでこれはこっちの話だったんだよ、まあ同じね重要事項説明に関してもね、例えば売買と貸借とかそういったものにも違いが出てきます。で例えばですね、そのテーマでまとめる重要論点で、補ったと、ね、でそうするとあなるほどこういう話だったんだってところがある程度明確になってくる。でそれのみならずですね混乱っていうのももちろんあるんですけども、こちら6番重要数字コレクションというふうにあると思うんです。でこの重要数字コレクションというのは何かと言いますと、これじゃあやっぱり宅建試験数字が重要ですよねってよく聞きます。はい、まあそれはそうなんですけれども、それはそうなんですけれども、実はこの重要数字コレクション今ちょっとね、テキストを持ってきましたけれども、こんな感じになっています。まあちょっとこれ収録で使ったテキストそのまま持ってきたんで、実際、ちょっと白いバージョンもあります。白いバージョンだとこういう風になってるんですけれどもね、白いバージョンだとこうなってるんですけども、ちょっともうね回答を書いたものをですね、ちょっとご用意させていただきましたが、例えばこれ、じゃあここにしましょうか。限定承認や相続放棄は相続開始を知った時から3ヶ月以内にしなければ単純承認になってしまうと、ね、まあいわゆる熟慮期間3ヶ月ってやつですよ。でここの例えば3ヶ月この3というこの数字も重要なんですけれども、最近の宅建試験というのはこの数字そのものではなくて数字の前後なんですよね。そのいつから3ヶ月なんですかっていうこの数字のいわゆる数字の周辺ですね、この数字の周辺を攻めてくることっていうのが非常に多いんです。ですのでこれ重要数字コレクションというふうに言ってますけれども、実はこの重要数字とその周辺そこまでを確認取っていきたいなっていう趣旨になっています。でこれですね、最後の最後でまとめてやるんですけれども、これ、まあ昨年度も結構評判良くてですね、これは私こうやって書きながらですねワンテンポ遅れながら言ってくるんですよ。所有権の取得事項は占有開始に全員昔であれば10年それ以外であれば20年というふうに、やっていくので、皆さんこれテキストを見ながらですね、私が答えを言う前に頭の中で想像してっていう形で結構、何度も聞いて、やっていらっしゃる方も多いです。ですのでそういう感じで何度も何度もやることもできますしね。はい、まあそんなこんなで、重要数字コレクションというのは、まあ、数字だけではなくてその数字の前後そういったところまで、見ていきたいというところになります。でそれからですね、この4番の法改正の攻略ですね、まあ、今年もいろいろ法改正がありましたね。まあねどんなところがあるのかって言いますと、法改正の部分ですね、まあ、例えば IT 充設とか、あとは空き家等の売買または交換、の売買代理の、売買代理の、報酬の特例の話、まあ、それから建物状況調査、まあ、インスペクションのお話、まあ、それから田園住居地域あたりがですね、まあこちら2018年度の主な改正点ということになりますけれども、そういった法改正のところ、まあ、法改正で一つでちょっと見ていこうというところになります。ですので、まあ、3,4,6 に関しては知識ものって感じですね。でしかもそれも単純なただの、ね、独学できそうな知識を全部引っこ抜いた部分ですね。で独学できそうな部分の知識っていうものについてもカバーしておきたいということで、これテキストなんですけども結構厚さありますでしょ。こちらのテキストのところの後ろの部分にですね、まあ、こんな感じで、まとめも載せておりますので、まあ、このまとめとかを使いながら、まあで知識に関しては、ご自身で入れていただこうと。ですので単純な知識問題っていうものは扱う予定はないです。ですのでまあちょっとそういう独学とかが厳しいかなっていうところに、特化した講座ということになります。
で、知識面以外にも先ほど思考力というふうに言いました。まず判決文問題の攻略、これ毎年一問出てくるんですけどもね、まあよく国語の問題国語の問題とは言うんですけれども、まあなかなかね国語の問題だっつってね、できるかっていうとそうでもなかったりするんですね。意外と正解率も、そんなに高くない年もあったりなんかして、ですがここでの権利関係の一点っていうのは非常に貴重なものですから、ぜひ取れるようにしておいていただきたいという意味も込めての判決文問題の攻略。ここで一気に判決文問題ね、今まで過去問で出てきたものを、まあ、一問は載せてないんですけども、それ以外ももう全部載せたと思います。ですので判決文問題一気に、解いていこうという企画ですね。でそれから計算問題の攻略で、この計算問題もね毛嫌いしてらっしゃる方多いんですけども、実際問題宅建試験の計算問題って算数の範囲に収まります。数学までいきません。小学校の算数の範囲で収まるものですので、これもやっぱり苦手なままで逃げるっていうのはちょっとね点差つけられてしまう可能性があります。であとこの計算問題の攻略についてはもう一つ裏のテーマとしましては、計算問題からいかに逃げるかですね。なるべくしなくてもいい計算はね避けたいじゃないですか。ですので逃げるっていうところも含めた、逃げ方も含めての攻略の仕方というふうに押さえておいてください。それから5番目、思考力要求問題の攻略ね、考える力が重要ですよ、考える力が重要ですよ、ね、まあよく聞く話です。じゃあどういうものが思考力要求問題なのか、いろんなタイプはあるんですけれども、まあそれをちょっと全部喋ってる時間はないので、ちょっと一つだけ、例として出していきたいと思います。こちら道場に、こちらのデルモンチェックで実際に扱う問題の一問でございます。こちら実際に扱う問題ですね。さあそれではですね、こちら見ていただきたいと思いますが、はい、相続人が非相続人の妻 A と子 B のみである場合において、相続の承認または放棄をすべき3ヶ月の期間の式は A と B で異なることがある、丸か×かという問題なんですけれども、はい、これでまず前提のなる知識は先ほどちょろっと喋っておきました。こちらですよね。限定承認や相続放棄は相続開始を知った時から3ヶ月以内にしなければ単純承認になってしまう。まずこの知識を使っていくんですけども、この知識がダイレクトに出てこないんですよ。ちょっとひねった形で出るんですよね。ただそのからくりにさえ気づけば単純な問題なんですよ。これどういうことかと言いますと、もう一度いきますと、知った時から3ヶ月なんですよ。そうだからこれどういうことかっていうと、死亡した日から3ヶ月ではなくて、知った日から3ヶ月なんだ、知った時から3ヶ月なんだっていう知識があるかないかっていうのをちょっとひねくれて聞いてるんですよ。どういうことか、知った時から3ヶ月ということはいつ知ったかによって変わってくるってことですよね。例えば、死亡した時から A さんが死亡の1ヶ月後に知ったっていうんであれば、こっから3ヶ月でしょうし、 B さんは2ヶ月後に知ったっていうんであればこっから3ヶ月ってことですよね。つまり、知った時がずれればスタート地点も変わりますよね。知った時がずれればスタート地点も変わります。ですので、はい、スタート地点は A と B で異なることがある、丸か×かって言ったら丸なんですね。ね、知識を素直に聞けばいいのにね、こういうちょっとですね、ひねくれた感じで出していく場合もあるんですよ。ただ使っていく知識そのものは本当に、ね、一問一答とかでも普通に、やる知識ですので、落とすわけにはいかない問題になるわけですよね。その落とすわけにはいかない問題をどうやって取っていくのかというところですので、ある程度独学でやってもうちょっとで合格点なんだけど、いまいち合格点を超えないっていう方にね、そのおそらくね、まあちょっと合格に足りないっていうふうに思ってるところのエッセンスのみを、一気にやった講座だというふうに思っておいてください。ですので、まあ普段ね、まあこの私の講座を受講してくださってる方のみならずね、まあ普段はね、別のスクールさんに通ってらっしゃる方、もしくは独学で、やってらっしゃる方、ね、最後の最後伸び悩んでるどうしようっていう方、ぜひね、こちらご検討のほどお願いいたします。もう先ほども言いました通り、通信であれば、ね、すぐにもう聞けますので、もう配信中でございますので、こちら
ね、最後の最後、ね、皆様の合格に、お役立ていただければというふうに思います。それではですね、15分ほどの短い時間ではございましたけれども、ちょっとですね、お話をさせていただきました。ね、お時間を、頂戴いたしましてありがとうございました。では、またお会いすることがあればお会いしたいと思います。皆さんお疲れ様でした。